梶正一と言います。今日はビデオ系タグルパールについて話したいと思います。僕最近パールを書いてるんですけども、そこで思ってることとしては、マシンがどんどんオープンスタックと並べていて、いろいろ入れ替わるので、そのためにパールをリードしてるんですけども、それがすごく面倒くさいなと思っています。で、あと、よく人からパールに対してネガティブな発言がよく聞かれるんですけども、それを聞いてみると、古いシステムのパールを使っていたり、そのためでもあるんですけども、CPAを従来したり使っているんですに、いると、いうのを、はい。で、そこで思っていることとしては、誰でもすぐに使える最新のパールっていうのがあった方がいいんじゃないかと思います。 で、そこでこのリロケーターのパールっていうのがいいんじゃないかと思います。で、リロケーターのパールっていうのは何かっていうと、ここに書いてあるんですけども、パスというパールっていうところにパールが、インストールしてあるとすると、普通はそれを他のところにコピーした使いなくなるんですけれども、ビルド時にユーズリロケーターっていうのを指定すると、好きなディレクトリに移動してもそのパールは ちゃんと動作するようになって、そういうふうに整理をしたパールをリロケーターのパールってここだけ見ています。で、このリロケーターのパールを誰かがちゃんと準備してくれれば、みんなそれをダウンロードすれば使えるようになると、で、みんなすごくハッピーになるんじゃないかと思いました。で、そこで、試しに自分で Mac 用と Linux 用にリロードしたのを作ってみました。 リロケーターのパールっていうリポジトリに行ってもらうと、ここのリリースページから、Mac用と Linux用のパールがあるので、これをダウンロードすればすぐ使うことができます。ダウンロードして、パールアイドルして好きなところに置けば、こういうふうにすぐ使えるようになります。 で、これすごくこれだけでも十分素晴らしいと思うんですけども、他のサイトとしては、パール製のアプリを開発している人が、それを配布しようとした時に、どういう背景があるかっていうのを悩むと思うんですけども、その時にこのリロケーターブルパールを使って、パールコミの配信ことができれば、インストールコストっていうのはすごく下がって、使ってもらいやすくなるんじゃないかなと思います。で、これを試しにブロースコアキャストで、やってみました。これもあるんですけど、これも基本的に、ダウンロードして配置するは使います。で、ちょっとこれやってみます。ここに、先にダウンロードしたものを置いておきました。 好きな名前に書いてあげて、こうやってやるだけでブロースコアキャストは立ち上がります。こんな感じですね。なんで、皆さんも、ただダウンロードすれば使えるので、非常にいいんじゃないかなと思います。 こういうふうな感じで今、ムーブしたんですけど、ムーブしてもしっかり立ち上がったということが分かっていただけたと思います。なんで、Mac か Linux を使ってクロスコアキャストを試したりとか、ただダウンロードして解除すれば使えるということになります。 まとめとして、初めての人にとっては最初のパールがダウンロードすれば使える。よく知っている人はもうダウンロードできる。で、アプリに配信する人もとてもおすすめです。じゃあ、リロケーターのパールを皆さん